Cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.digital. Enfant unique, Ino Akira Sensei est né juste après la Seconde Guerre mondiale en 1948 à Osaka. Au collège, il se passionne pour la gymnastique, où il s'inscrit et s'entraîne avec deux camarades de classe. Lors de sa première compétition, il termine 7e. C'est vers l'âge de 17 ans qu'il commence à jouer de la batterie et deviendra plus tard batteur professionnel. ジャズドラムをやっている時に、海外の人たち の, あの演奏のパワーと私と比べた時にあまりにもそのパワーが劣ることに気づき、でそれはもしかしたらこのなんかこう突くっていうこの動作とドラムのこの動作は同じではないかというふうに、考えました。でたまたま近くにあった道場に習いに行きました。でそこでふと私が、小学校の時に三船銃弾が、柔道の三船銃弾ですけども三船銃弾が、言ってた言葉で柔よく剛を制すという言葉がありました。でその言葉を思い出したんですね。で中学の時はあの素手で喧嘩やってもあのすごく弱かったんで、素手でも強くなれるっていうふうなことをこうその時に思い出してきたん で, でそれをやろうと。で、ドラムのこの動きとこれとは同じだろうという考え方と、であの子供の頃のその重力合成っていうのを思い出したのがきっかけで、武道っていう世界に入っていきました。